はい、どうもこんにちは、カジマックです。皆さん一家に一台コンデジをちゃんと備えてますか？急な出番って結構あると思います。スマホあるでしょうって話なんですけど、そうっすね、確かに最近のスマホめっちゃ良くなってるんで、下手したら安物のコンデジだとかなわない可能性は高いです。それならあえてコンデジを持つ意味を感じさせてくれるカメラが欲しいということで、今回購入したのがこれ。ちょっといいの来ちゃいました。で、使ってみないとわからないはずなんですけど、これはもう確定。実は新しいものではないんで、レビューもたくさん出てます。絶対いいの分かってるから、ぶっちゃけレビューもいらないぐらい。でもね、僕は開封ヘチなんで開封動画撮りますよ。今回は開封からおさらいがてら軽くスペックを見ていきたいと思います。もしかしたら今現在このカメラ1インチコンデジっていうクラスでは最強のコスパを誇るかもしれません。なんでお付き合いいただいてもあながち無駄にならないかもしれません。今回ご紹介するのは僕にとって初めてのキヤノンパワーショット G7X です。いや、あの憧れのキヤノン、まさかのデビューがコンデジっていうね。まあそれぐらいが僕らしいんですけど、コンデジってこんなにワクワクするもんでしたっけっていうぐらい、こいつ結構すごいんです。っていうかキヤノンだからかな。いや、こいつがすごいからだと思うんですけど、やっぱりキヤノンだからですよね。早速開けていきたいと思います。今回ご紹介するのは2014年10月3日発売のパワーショット G7X。とりあえずそこを開けますね。やっぱコンデジ箱は小さい。いや、キヤノンっすよ、キヤノン。これ実はキヤノンじゃなくてキヤノンって皆さん知ってました？僕はつい最近まで知らなかったです。ちなみに球を転がしてピンを倒すスポーツはボーリングじゃなくてボウリングです。はい、それでは開けていきますね。箱の中身は保証書と説明書。はい、それではいきますよ。せーの、オープン。はい、箱の中身はこんな感じ。バッテリーが一つ、ストラップが一つ。あ、充電器ついてるんですね。これはちょっとやばかった。充電器別で買いかけてました。で、今回僕はこのカメラ、主に持ち歩き用の写真機として使っていこうと思ってるんですね。やっぱり予備バッテリー欲しいわってなったら追加購入しようと思ってます。いや、ほんと充電器被らなくて助かりました。で、これちょっと先に充電しておきたいと思います。あとは本体で中身は以上。あ、ケーブルは付属してないみたいです。このカメラ、実はマイナスポイントとして USB 充電に対応してないんですよ。なんでてっきり専用ケーブルがついてくるのかと思ってたら、これデータ転送なんかは普通にマイクロ USB 使えってことなんすかね。ちなみにこれの新型である Mark2 は USB 充電に対応してます。はい、それでは本体いきますよ。せーの、イエーイ、きたー。いや、コンデジだけどめっちゃかっこよくないですか。これがキヤノンの本気のコンデジ。あー、いいっすねー。本体サイズは 103×60.4×40.4mm。 重さは本体のみで 279g となってます。コンパクトな部類だけどずっしりきます。あー、何にも考えずに触ってたら指紋だらけになっちゃいました。なんでここでガッチリカジマック発動します。今回購入したガッチリグッズはこれ。いや、カメラにもあるんすね、保護ガラス。今回初めて買ってみました。中身は保護ガラス1枚と、アルコールパッドに、クリーニングクロス、ガイドシールにホコリ取り用のシールまで付いてます。それではガチにマジに貼っていきます。はい、なんとか綺麗に貼れました。ガイドシールとか普段使い慣れてないんでちょっと失敗しかけました。これサイズは超ぴったりなんで逆に貼るの難しかったです。でも指滑りも悪くない。
使い心地試していきたいと思います。あ、でね、あともう一個買ったものがあります。この G7X 背面にはちゃんとグリップあるんですけど、はい、これ前面には何もついてないんですね。なんで、はい、カメラグリップを購入しました。中身はたったこれだけ。指のかかるラバー素材に両面テープがついただけのもの。これちょっと貼ってみますね。はい、こんな感じになりました。思ったより見た目も悪くないですよね。で、肝心のグリップは、はい、たったこれだけなのに指がしっかりかかっていい感じ。これ G7X Mark II にはここにグリップついてるんですね。なんで旧型であるこの G7X にはこのカメラグリップ結構おすすめできそうです。で、今お話しした通り、この G7X すでに新型である G7X Mark II も発売されてます。なのに僕がこの旧型を選んだ理由、それは単純に価格です。もちろん新しい方がいいに決まってるんですけど、やっぱりハイエンドクラスといえる1型センサーのコンデジってめっちゃ高いんすよ。7、8万から高額なものは10万円とかっていう世界。もちろんもっとお高いものもあります。僕にはとてもじゃないけど無理。そんな中、この G7X は比較的お安くてコスパが高い。1型センサーに加えて焦点距離は 24mm からテレタンで 100mm、 しかもワイド端で F1.8、 テレタンでも F2.8 とズーム全域で明るいレンズを搭載しためっちゃ優等生で、動画性能もかなりイケていて、はい、ディスプレイもこっちに向いちゃうし、外での撮影を強力サポートしてくれる5軸手ブレ補正も搭載。そして 60p フルハイビジョン MP4 で撮影可能。ただちょっと気になるのはビットレートが高めの 35Mbps。 これコメント欄で教えていただいたんですけど、動画の撮影時間に関しては 4GB の壁の影響をもろに受けそうですとか言って、知ったかぶりしてるとボロが出てくるんで、詳しくはこの前の動画でもお話しした通り、この G7X に関してはパンゾーさんの動画を説明欄にリンク貼っておきますんで、そちらをご覧いただければほぼ知りたいこと全部詰まってると思います。で、あとこれギュインさんもお話しされてたんですけど、僕もいつも拝見させていただいてるユウコさんの動画、こちらもまためちゃめちゃ参考になります。そしてもちろん、これも前回お話しした新型のマーク2の方、これを詳しく知りたい方はギュインさんの動画、つい先日も更新されてたんで、そちらもぜひご覧になってみてください。で、僕はこのカメラ、実は動画撮影にほとんど使うつもりはなくて、主に日常持ち歩きカメラとして写真撮影に使用するつもりです。なんで今回選ぶカメラに対して、このチルト液晶も動画機能もさほど必要としてなかったんですね。なんで最後まで迷ったのは、同じキャノンから発売されているこの G7X より新しくて軽くて小さくて、おまけに USB 充電にも対応してて、さらにお値段もちょっと安い G9X。 これとめちゃめちゃ迷いました。で、めちゃめちゃ悩んだ挙句、最後には Twitter のアンケートに託すっていうね。あ、ちょ、これじゃなくてこっち。はい、そう、皆様ありがとうございました。このアンケートなかったらまだ決まってなかったかもしれません。で、今でも G9X も気になってなくはないんですけど、実際にこっちを手に取ってみると、ご覧の通り僕はさほど手も小さい方じゃないんで、こっちで良かった気がしてます。って、どんだけ喋んねんって話っすよね。それでは最後に電源を入れて、今回このカメラを買った肝である、スマホより綺麗な素敵な写真が撮れるのかっていうところ、今回比較するのはこの Xperia Z3。 お互い設定はオートで取り比べてみたいと思います。はい、こんな感じになりました。って、実際僕はまだ確認してないんすよ。
エクスペリアとこの G7X、皆さんはどう感じられたのか、コメントいただけると嬉しいです。はい、ということで今回、型落ちだけど、コスパの高いハイエンドコンデジを買ってみたんですけど、なんか全然よくわかんないですけど、結構気に入りました。もう物がいいのは分かってたんで不安はなかったんですけど、あとはまず僕が使いこなせるのか、そしてこれがいくらいいものだと言っても僕の生活に定着するかっていうところ、これから毎日持ち出してしばらくは強制的にたくさん写真を撮ってみたいと思います。でちょっといい写真が撮れたらツイッターやインスタグラムに上げていこうと思ってますんで、もしよかったら説明欄にリンク貼っておきます。お気軽にフォローしてくださいね。ということで、いつもながら何もやってないんですけど、今回は開封動画、僕にとって初めてのキャノンパワーショット G7X を買ってみたっていう動画でした。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。カジマックでした。